これ撃っちゃうの？バレない？大丈夫？ドン。パパ、まさかの。アーロン・ヴァン・ドルフ had escaped again, but Emil had still managed to find medicine for Freddy. Thank you, my friend. They were quickly back on the road again. Their journey would take them to Reims, where they would at last pick up the trail of the elusive Baron and his Zeppelin. というわけで、今回フレディ編ですね。フレディ、あ、でもワンちゃん用の穴があるな。あー、フレディは基本地上行かないといけないパターンかな、タイミングに計らって。どん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 、あ、ちょっと待って、タイミング、どん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 、うわ、よし、危ない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 、ちょっとこのタイミングで日記を見るとネタバレ感が出そうだが、よかった、カールは生きてくれた。南に向かって飛行船を操縦しているカールを確認できた。明日アンナとフレディと一緒にカールの探索に向かうとしよう。あのふざけた砲弾にもう少しでやられるところだった。目標まであと少しだ。こんなところでやられてたまるか。どうやら奴らの隊長はホン・ドルフというらしい。あいつは俺がやる。その他の連中は奴の道具に過ぎないからな。アンナ、あ、でもアンナの日記がない。イーペルで今朝方ホン・ドルフがある科学者を捕らえるよう我々に命じた。軍はその科学者の研究に興味があり、ドイツの勝利に貢献するという話だ。見た感じではいい人に見えたが、それ以外に分かったことはほとんどない。ホン・ドルフは科学者を厳重な監視下に置いている。マリーや小さいビクトルのことを考えない日はない。もう8ヶ月も会っていない。会えなくて寂しいという感じですね。ダイが、おじいちゃんがいない。え、ダイ動かすの？二人じゃ無理だよね。そうね、もっと人数集めなきゃいけない。娘がいない、娘がいない。アンナ、みんな手伝ってくれる？どうやったら手伝ってくれるかね。そうね、あ、裏に男の子がいる。おじいちゃん、女の子、おじいちゃん、あんたのさん、あはは、煙か、煙を吸っちゃったのか。ってことはワンちゃんの番だ。そうね、ワンちゃん頼む。うん、それも
ありがとう、偉いね君は。うん、うん、メルシー。女の子、ワンちゃん、ワンちゃんがなんか掘ってるな。そこか、掘れるのか。あれ違う、じゃあワンちゃんに掘ってもらうのかよ。なんかある、え、収集アイテムだった。もう先に行けるの。あ、 SOS。 あー、 なるほど。おーっと、こっちなんか崩れるな、危ないな。出てくる、あれ、おっちゃん、あれ出てこない。シブプレイ、うん、それ、あ、うん、これは下に来ちゃってんのか。上の人に、あー、なるほど。あ、これは向こう側、多分その SOS って呼ばれてるバーで、手前の、あ、ワンちゃん、ワンちゃん持ってってあげて。 OK、 待ってて、上にあげてあげるからね。こうね、で、そう、ワンちゃん渡してあげて。いやー、偉い。俺は俺は特になし。あげて、君は賢いの。この中とかさ、なかった。やっぱりね。で、こっから降りれないね。降りよっか。一緒には降りれないのか。はい。で、もう一回上げて。で、はい、座ってください。はい、回しますよ。で、こっち来れる。こっち来ないとダメかな。こっちで、はいはい、行こう行こう。なんか泣いてた今、大丈夫。うん、押すの手伝ってくれる。よし、一人参加。おじいちゃん、娘、あ、そこまずい、煙が。これいいがいい。あ、この中も入れるのかな。晴れた晴れた。あ、女の子発見。ちょちょち、出れた？なんか出れたかな？で、手前のドアがあって、さらに奥もいる。おじいちゃんがいるかな？もしかしたら。SOS！ わー！ SOS！ 大変！どうしよっか、これ。なんか上から上げんのかな？これだ。よいしょ。から、うん、うん、こっからどうしよう。上に上がったのはいいが、特に助ける算段がなく上がってしまった。なんかあるんだな。あ、違う、収集アイテムだった。
どうしよう。え、あーなるほど、登ってるね。オッケー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 、分かった分かった。違うの？今の渡って来てくれたタイミングでこっちから降りるんじゃないのか。いや、行けないよね。そうそうそう、それさ、登ってるアクションでワンちゃんがバツになってるんだけど、ワンちゃんを上にどうにか上げるってこと？階段は上がれないよね、ワンちゃん。こっちも行けない。登ってこっちも行けない。こっから上、いや、ワンちゃん行けないよね。どうしよう。あ、そもそも煙、重し、いや、でも重しになるようなものもない。なんか持ってくんのかな。あったそういうことか。これだ、これを切って落とすんだ。オッケーオッケーオッケーそっかそっか、女の子を助けるためだけだと思ってた、あのタンスの意味が。これで切るんだね。いい、切っちゃって大丈夫？乗ってないけど大丈夫だね。よし、戻ろっか。これで結構押してくれる人集まったんじゃない？オッケー、これ頭取ったんじゃない？押そう。よいしょ、よし、みんなで脱出だ。さっ昨日フレディと同じルートを行かなきゃいけないかな。あ、なんか1個取り逃してる。どうしよう、戻るか。とりあえずは。ボス対決みたいになってる。なるほど、ワンちゃんだ。
そうだ。で、次はこっちだ。あ、危ない。こっちじゃないの？あ、違う。ワンちゃんに一回押してもらう？あ、なるほど。押してもらってこうだ。で、ワンちゃんに押してもらう。上。あ、違う。あ、違う。その前に上に上げなきゃいけないのか。一回ここ行って、上に上げてから、ワンちゃんに押してもらい、最後にこれだ。フレディーターン。わお。お、また集団の雨。まずいぞ、まずいぞ。すんごい投げる速度が急激に増してる。プロペラが回ってるってことは、多分そっち行けないんだよね。プロペラに巻き込まれちゃうもんね。あー、なるほど。不発が一発あるわけですね。それをどうすんだ。プロペラに投げるのか、それともおっさんに投げるのか。おっさんに投げてみよう、まず。えい。あ、引っかからないってことはプロペラだ。よいしょ。あ、ちゃんと中に入れないとダメか。よっ。 OK。 高い。 OK。 んで、いいよ。ちゃんと入れないとダメね。 OKOK。 カモン、来い。よいしょ。これを避けてからのダッシュ。んー、ポーン。入ってないけど、どうでしょう。入んないとダメかな。あ、いけた。